こんばんは、水吉です。本日もですね、韓国関連のニュースをお伝えします。こちらですね、韓国のりに発がん性の疑い、韓国から証拠の危険物が海岸に漂着、撤去に巨額税金という記事です。こちらビジネスジャーナルですね、配信してるんですけども、この韓国のりなんですけども、私もちょっとですね、あまり知らなくてですね、まあ韓国のり自体ですね、揚げて商品化されますんで、揚げてる高温油で揚げてるんだから大丈夫だなと思ってたんですけども、この発がん性物質ですね、こういったものが含まれてますのでかなり危険ですよね。揚げてもその化学物質は残ったままになると思いますんで。で、この何が含まれてるかっていうことなんですけども、過酸化水素ですね、過酸化水素水とかですね、硝酸、塩酸などがですね、含まれている可能性があるわけなんですよね。で、こちらドクロマークがパッケージにあるようでですね、その、薬品のですね、かなりちょっと、怖いなっていう感じがしました。で、韓国海苔っていうのはですね、海苔っていうのは日本からですね、日本統治下時代に朝鮮半島に伝わったものなんですけども、それをまあ売りならがですね、まあウリもこの味がいいにだとかいうふうに言ってですね、こう油で揚げたものが一番売りに合ってるにだっていうことで、今の韓国のりのようになったんですけども、で、これ結構日本人にも人気なんですよね。焼肉屋さんで韓国のりをオーダーされる方もいらっしゃいますし、スーパーでも簡単に買えます。私の家の近くのスーパーでしたらもう、3パックでですね、100円以下ぐらいで買えます。ですので、本当にその日本人も結構好んで食べる方が多いんですけども、いや、本当これショックですね。韓国食品はやっぱりこう、何でも買わない方がいいなと思いましたね。やはり海苔はやっぱり日本の海苔ですね、味付け海苔とか焼き海苔を、食べた方が安全だなぁと思いましたね。で、ちょっと戻るんですけども、で、この韓国海苔のですね、過酸化水素とかその薬品の、ゴミとか、あとペットボトルとかが、日本に流れ着いてですね、日本人がまた、税金を、使ってですね、ゴミを掃除しなきゃいけない時代になってるわけですよね。まあこれは韓国に限らず、ゴミについては、中国とか韓国とか北朝鮮とか、まあ、特定アジアの方々はですね、捨てますんでね、非常に日本海側の、方は本当に苦労されてると思います。ですので、本当にその韓国とかですね、徳川の人たち、まあ、関わらない方がいいですよね。本当に朝鮮人はもう悪さばっかりしてですね、非常に腹立たしいですね。で、今この動画見てらっしゃる方もですね、韓国のりは、うちにあるわっていう方もいらっしゃると思うんですが、まあこれはもう、捨てるかとかですね、まあ我慢して食べるか、我慢して食べないのか、まあ捨てる、一番いいのはもう捨ててしまうっていうのが一番いいと思いますね。やはりお子さんとかですね、海苔とか、食べる方もいらっしゃいますんでね、まあお子さんが一番危ないと思いますね、こういう、汚染されたようなですね、食べ物ですね。まあ、お子さん、老人ですね。それはもう気をつけていただきたいなと思います。本日は以上です。どうもありがとうございました。